切れるんだ多分。出ても全然。だから迷っちゃって今日結果こうなって暑い今すごい。今日は大事なお食事会だから。あそう。今日は本当に大事なお食事会がこの後あるのでしっかりとしなきゃいけない。ドレスコードもあるから。なんだったのドレスコード。ドレスコードは襟付きぐらい。襟付きぐらい。よかったねそれ買っといて。うん。よかった。ちょっと緊張するもん今日。マジ。大事な仕事が決まるか決まんないかここで今日かかってます。そうかかってるんですよ。入った時に笑顔の練習とかしとこうよ。ああそうね、あの、うん、この人に仕事振りたいと思わせる爽やかなさ、うん、この仲間くんの爽やかな。ああ確かにそれ大事だわ、うん、印象がね。でもあやいないから、うん、俺だけなの。俺一人で行くんだけど。そうだから怖いじゃん、うん、そういう時にどういう笑顔。ああ入ってこよう。はい、あもう一番最初のあれやるか、うん、お疲れっす。いや、目上の方よりはあの帽子とかも外さなきゃいけないからとかどう今の気持ち。入った瞬間、メガネの帽子顔がでかいって感じ。嘘、それ関係ないかも。いや、でも顔でかいってやっぱさ、顔でかってなる。帽子は押さえつつ大事なさ、いや、帽子とかはいい、うん、大事な仕事だからさ、やっぱ、うん、ビジュアルとかも大切なわけ。あ、そうね。ちょっと中村しけど、ブス、顔でかってなったらもう終わりやん。まあ、確かにそれバレないようにしよう、顔でかいこととブスいこと。あ、そうね、うん、バレない程度で。オッケー、いきます。メガネは外すのやめろ、ちょっと作業が、うん、お疲れっす。なんでいつもこっち見てるの。こっちにやるよ。笑顔も大事で、小顔も見せれる感じ。あ、お疲れっす。気に入る。お疲れっす。これ小顔量見えるし、その爽やかな。ダメだよ、手ついてお高いさ、ご飯でさ、こんなやったらさ。そっか、自覚は。あとヒートテックだけで暑いの。めっちゃ暑い今。やば。じゃ暑くなっちゃって脱ぎたいけど脱げない時の練習しよう。あ、それは脱がないから。脱ぎたいけど脱げないの。脱がないから。ヒートテックってバレない感じで。うん。普通のシャツっぽく。うん。その練習しよう。もう今じゃ暑いから。暑いけどバレないようにやっていこう。よかった。まあそうっすよね。まあいろいろあります。でも今日めっちゃ寒いらしいんで。うん。でもちょっと暑いですか。あ、全然。じゃあ僕あれなんですよね、じゃあ見てもらっていいですか。これ僕今金のネックレス2個つけてるんですけど、若い頃とか金とか余りました。余ってない。そっか。え、ちょっと待って、ヒートテックになるのやめてもらってもいい。ん、ヒートテックになるの、あの、そう、偉い方いるからヒートテックになる。あ、ダメか。認めちゃってんじゃん。今めっちゃナチュラルじゃない。ネックレスを見せたいから脱いでるよみたいな感じでナチュラルにやらせていただきます。でもバレました。はい、バレたらもう素直に即終了、即帰宅。バレたら即帰宅。